本編遺跡の性的な壁画商婦は、性的サービスを提供することによって、金銭を得る女性を指す。同義語は、売春婦、売償婦。外衣を含んだ故障に、陰売婦、就業婦など、多数ある。古くは、遊女。また、街角で客待ちをする商婦を、外商をという。公的に認められた商婦を、交渉、認められていない商婦を、私障をという。 ナポリの賠償婦、1945年賠償婦は、一説には、人類史上最古の職業と言われている。古代世界では、神の恩寵を成功を通して与えるもの、神聖娼婦として、聖職と捉えられることがあった。また、世界各国の軍隊では、兵士の強姦事件や性病、機密漏洩の防止のために賠償婦を多数雇い入れる、例がある。現在では単純な、 売春婦のみならず、風俗女や、ポルノ女優、AV 女優、チャットレディなど、その存在は、いろいろな形で引き継がれている。以前は、借金や貧困、経済的事情などにより、やむを得ずまたは強制されて売春業に作れが、多かった。例えば、江戸時代のクルワンには、貧乏人の子女が売られていったと言われる。警察の医者の待合室でのアルベルティーネ。 売春婦を扱って物議を醸したデンマークの小説アルベルティーネの作者クリスチャン・クローク自身による差し絵現在の日本では勝負になる理由は必ずしもこうした単純なものではなくなってきている。例えば少女売春に関する著作では性に関する興味関心からという例の他にホストクラブにはまりその金を捻出するため危険ドラッグにはまりそれを売る。 側の指示で、など様々な理由が挙げられている。第二次世界大戦後の連合国軍占領下において、連合国軍将兵の慰安、及び一般日本人女性に対する、肉の防波堤として、特殊慰安施設協会が設立される。労働は客によって過酷であったが極端に、困窮していた国情もあり、戦争未亡人の助けともなった。しかしこれは占領下が明けると終了し、 その後1956年には売春防止法が制定され、日本において街に佇む娼婦は、その存在自体が違法とされるものとなった。しかし、形を変えて娼婦は存続した。現在は、ソープランドなどの風俗場、ラブホテルなどを利用した、援助交際の女性、アダルトビデオへ出演する AV 女優、インターネットを利用したライブ映像で視聴者と、 会話しながら性行為を見せるライブチャットのチャットレディなど、その就業実態は多岐にわたっている。また、援助交際と似ているが、必ずしも肉体関係が伴うとは限らないパパ活といった活動も見られる。ありがとうございます。